というわけで、部数休憩も終わり、2部目を取っていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。続きましてよろしくお願いします。はい、ではでは、早速、3つ目の質問に行きましょうかね。はい。はい。ヨルフウケさんは、一人暮らしをなさってますか？はい、一人暮らしですね。いいですね。ここ結構気になるところだったんですよね。そうですね、確かに。やっぱり、こっから、一人暮らしやったら自由にね、やっぱりできますもんね。そうですね、確かに。でも結構、一人暮らしだとやっぱり、何でも全部ね、自分でやんなきゃ いけないんで、不便ちゃいます、はい、いやー、なんていうか、やんなきゃいけないんだけどやってないっていう。あれ？いや、そうですよね。全部、ちゃんとやるっていうのはなかなか。そうなんですよね。いや、なんかね、物を整理する能力が非常に低くて。そうですよね。だって、さっきね、なんか画集みたいに転がってる。転がってるって言ってましたよね。そうそう。そうなんですよ。いや特に俺の部屋はなんかいろんな、あの本がすごいことになってるんで。ワンルームとかじゃないんですか？いや、そうなんですけど。そうそう、そうですね。なんですけどね。なんかもう、友達呼んで、はい、自分の目だけじゃもう信用できないんで、来てもらったんですけど、ね、はい、ちょっとここに座ってって、そっち見て、この部屋斜めってるよねって言ったら、うん、斜めってるって。本の、そこまで本を集めるなんてお前は偉いって言われました。集めすぎて重さで傾いたんだ。そうなんですよ。すごい。でなんか大学の先生とかの話とかでは、なんかあの本が本当に多すぎて、もう家がこうたわんじゃって、2階に本がありすぎて。で、それを全部図書館に、大学の図書館に寄贈したら、そのたわんが元に戻ったとか、そういう話聞いたことありますからね。すごい。まあでも確かに本は重いですもんね。本重いんですよね。でも、ざっと、はい。数えて、どれくらい、いやー、所持してるんですか？ね、多分ね、1000冊は確実にあるんですよ。1000とか確実にありますね。今なんかちょっと俺もっとなんかもっと低い数を想像して、100、200レベルだと思ってます。いやいや、そんなもんじゃないですね。ちょっと半端じゃないぐらいありますね。よよけさんはじゃあ、はい、買った本とかは、基本的には、なんかそういう、まあ、捨てたりとか、売ったりとか、売ったりとかは、うん。そうですね、あんまりしないですね。だけど、あんまりもうすごいことになっちゃったんで、手放したものとかも結構あるんですけど。でもなんか、今まで、手放した中で、はい、これはちょっと惜しいことしたなっていうのはあります？あります、あります。え？ありますよ。いや、あのね。だから、あるでしょ、やっぱ。金に目がくらんでね、売っちゃった本があるんですけどね。あのね、女神転生の、小説なんですけど。ダメだ、もう。はい。これ、ネットオークションで4、5000でもっと高かったかもしれない。で、売ったんですよ。しかも、それ、105円で買ったやつなんですよ。ブックオフでね、買ったやつなんですけど、めっちゃ高く売れた。いや、女神転生って初期のですか？そうです、その小説ですね。あんまりないでしょうね。なんかそうそう、で、なんだっけ、初版最初のやつじゃなくて、最初は新書版で、全3巻ぐらい出たらしいんですけど、はい、それじゃなくて、で、その全3巻が1冊にまとめられてる復刻版らしいんですね。それを持ってたんですけど、売っちゃいましたね。ちょっと後悔しましたね。確かにそうですよね。それは確かに後悔すると思う。今はいくらぐらいなってんだろうな。ネット見てみます？見ちゃいます？見ちゃいます？結構値上がりしてんじゃないですか？いや、もうそんな見たらあかんわ。もうそんな見たら余計になんか、あ、今売ればよかったってなると思うんですよ。だからこれはもう各自で。各自で。各自ですか？もう気になる方はみたいな。俺気になるな、ちょっと。いや、もうそんな言ったら気になるわ。復刻版だからな。復刻版出てこないな。こういっちゃった。復刊 .com のやつ。あ、変な字が出る。気になる。
調べてくださってる間に。あ、はい、うわ、7295円になってるんですよ。バケバケ105円が7000円に変わってたのに。いやー、ネタ上がってますね。これもっと上がりますよ。そうですね。やっぱ、年を重ねるごとに。これ、そうそう、ゲームはね、やっとくないんですよ。女神転生の。なんですけど、小説では知ってます。っていう感じかな。へぇー。意外な。へぇー。確かに。あ、じゃあ、あれなんですね。はい、ん？ウェイフケさんは、実況されてた3はい。ってことですか、初代とか、ワン、ツーとかは。初代のこれは、なんだっけ、ナノコから出たんでしたっけ。そうですね、昔の。それは、小説で知ってるっていうことです。あ、なるほど。そうなんですよ。それはゲームでは知らないんですよ。あー、なるほど。そうなんだ。ぜひ、やってみてほしいですね、結構。うん、面白いですか、あれ。まあ、やりごたえありますよ。特にファミコン版とかは、はい、マッピングとかないんで。それできるかな。だって、方眼用紙に、一マス一マス書きながらやってました。本当ですか。あ、だからあれですよ、なんていうんですか、ね、やっぱり、マッパーの人たちは、はい、相当だったと思います。いやー、俺、マッパーあっても迷うからな。まあ、リメイクのスーファミで出てたやつは、マップつきましたけど、あ、そうですね。初期のファミコンのは、まあ、マップないんで。本当ですか。はい。ちょっと難しいですね。旧約女神転生ってやつですか。そうです、そうです。旧約女神転生っていうのがリメイクですね。そうなんですね。そうなんですね。まあ、とりあえず小説で知ったからいいかなっていうふうに思ってるんですけど。でも確かあれですよね。はい、あれって、エンディングが3つあるんですよね。あ、そうなんですか。エンディングが、まあ、3つですね。なんていうんですか、カオス側。カオス、ロー、ニュートラルって、まあ。ロー、ニュートラル、そうそう。ローが、あれ。カオスがその悪魔より、ローが天使より、まあ大雑把に言うとそうですね。そう、言うとね。で、それでニュートラルがその中間。まあ、それ新女神転生じゃなくて女神転生の話ですね、これって。女神転生も新女神転生も、まあ、ローとカオスっていうのは一緒ですね。だから、そうです、そうです。通常漂ってるのがローで、まあ天使とかそういうのが確かに多いっていうのと、あと、混沌と力に偏ってんのがカオスっていうので、まあなんか、なんでしょう、破壊神とか、ああいう系の奴らが多くて、芝とか。そうですね。で、まあその中間インドがニュートラルで、風鈴とか、まあ有名ところで言うと、その辺の奴らが、妖精とかなんかそういうのも。だから、俺は、新女神転生からなんですね、プレイしたのは。新女神転生。1と2、イフ、で、あと3かな。なるほどな。はい。ただ、クリアしたことがあるのは、イフと3なんですよね。1と2はクリアしたことないんですよ。へぇー。新女神転生の1に至っては、悪魔が出てくる前に俺、プレイやめてますからね。どこ行けばいいか分かんなくて。はい、はいよ。諦めが早いんですよ。確かに。諦め早すぎますよ、それ。別のゲームなんですけど、ゼルダの伝説、時のオカリナってあるじゃないですか。はい。あれなんて、剣が見つからなくて俺やめてますからね。やめてくださいよ。剣がどこにあるかわからなくて。もう、ガキだった俺でもわかりましたよ。でもあれ、わかりづらくないですか？超序盤じゃないですか。相当探しましたよ。それ多分3時間ぐらい探しましたから。探しすぎですやん。結構そういうこと多いんですよね、俺って。すごいっすね。いやー、なんかね、迷いやすいんですよね。なんか聞いてると確かにうんってなっちゃうんですね。だってそんな、最初の剣探すのに3時間迷うって。いや、マジ、ほんとどこもあるかわからない。未だにわからないですからね。未だにわからないですから。もうそれ、逆に言うと、違う動画かなんか見て見つけましょうよ。そうですね。ちょっと、実況じゃできないですね。剣を見つかるまで3時間かかる実況動画とか。ちょっと、置いてるんで。
俺なんかもう、もう3時間くらいはもう積んだわ、とか言って。そうなんだよ。剣に使って積んだわ、とか冒険できねえ。いや、参りましたよ。すごいっすね、それ。なんかそうなんですよ。なんか結構、音痴なところがあって、そういう、フォーク音痴とか。なるほどなぁ。あります。いやまあでもなんかね、一人暮らしの話からいきなり飛びましたけど。え、なんでこの話だったんですかね。いや、わかんないっすね。まあいいんですけど、楽しいから。本です、本です、本です。本の話から。本の、本がもともと。で、本、で、それで、そっから、そうそうそう、女神転生の話になって、女神転生の小説の話からゲームになって、今です。あ、そうですね。はい。もう一人暮らしの話終わってるやーみたいな。終わりましたね。一瞬で終わったやーみたいな。そう、でもまあ一人暮らしですよ。気楽な一人暮らし。一人暮らしいいですね、やっぱり。え、でも、その、駅近とかなんですか？あ、結構近いですよ。へぇ、家賃とか、あ、聞いたらまずいからちょっと。家賃ですか？家賃聞いちゃっていいですか？え、家賃言うんすか？いや、ちょっと恥ずかしい。いや、でも全然全然、そんな、そんな、言いたくなかったら全然大丈夫ですよ。やっぱ生活レベル知れちゃいますんでね。ちょっとそれだけ勘弁と思って。あ、もう全然 OK です、全然 OK です。すいません。駅には近いですよ。5、6くらいあるって。近いですね。近いですね。じゃあ移動にも便利ですね。そうですね。まあ東京だし、どこに行くにも、ね、駅に近ければ、どこでも行けますからね。そうですね、確かに。で、商店街も近いし。で、しかも近くには酒屋さんもあるし。あります、あります。ウヘウヘですね。そうですよ。ウヘウヘって何すか、ウヘウヘって。わかんない。もうなんでウヘウヘ言ったのかわからんくらいぐらい。もう常時飲みすぎな感じ。そっか、そう。じゃあ、めちゃくちゃ、ね、あれですね、生活の便ではめっちゃ便利ですね。そうなんですよ。で、新宿にも30分以内に行けるんで。なんだってー。いいですよ。ここはいいですよ。良い風景ファンの皆様。なおかつ、新宿30分圏内にいる皆様、良い風景に会えますよ。そうですよ。そうそう。俺新宿行くときは絶対本屋行くんで。でかい本屋に行けば会うかもしれない。会うかもしれないですよ、キリ。いや、もしかしたら俺、会ってたかもしれないぞ、キリ。そうですよ。じゃあなんか新宿の大きい本屋さんって、どこなんだ、はい、いや、俺いつも紀ノ国屋行きますけどね。駅、地下のですか？そうですね。あそこですか？はい、東口のとこ、あそこ。ですよね。はいはい。あそこ行ったことあるんですよ、一回だけ。本当ですか？もしかしたら、その時に良い風景さんがいたかも。そうですね。いたかもしれないですよ。ほんまそうですよね。他にも本屋ありますか？すれ違ってたかもしれないみたいな。そうですよ、すれ違ったかもしれない。どんだけ偶然重ねる木をみたいな。でも、いや、すごいな。そうなんですね。やっぱり、はい。よく本屋さんに行かれるんですか？いや、そうですよ。本屋好きですからね。やっぱ落ち着くんですよね。ああ、本に囲まれてると。そうなんですよ。まあ、行くたびになんか買っちゃったり買いそうになったりするんで、まあ、そういった点ではあんま行かない方がいいのかもしれないですけど。それで1000冊行っちゃったわけです。そうっすね。そうなんですよね。しかも俺の場合古本が好きなんで。ああ。そう、新しい本だと、自然的にあんまり買わないけど、古本だと結構買っちゃうんで、ネットで買うことが多いんですけどね。へえ。そうなんですよ。まあ、新刊はそんなには買わないんですけど。でもそういうのも買いますね。いいですね。いいですよ。本好きですからね。皆さん本読んでるとか、そうですね。小説少々と、ま、漫画すいません、もう漫画なんてしません。いや、こうしてもらいます。小説は誰とか、誰読むんですか？いや、なんかね、小説もいろいろ、木戸の旅とか。あー、ライトノベル。はい、もうそんな感じで、軽い感じが好きなんで。あ、そうなんですね。いや、って言っても本当になんか、移動時間にちょっと読むとか、ちょっとずつ読むとか。あー、そうなんですか。ライトノベルといえば、俺あれ読んでましたよ。12国旗。あ、いいですね、12国旗。いいですよ。あれ、10日で全冊読みましたよ、俺。マジ、皆さん12国旗おすすめです。キリみたいな。おすすめですよ。あれ、めっちゃ面白いですよ。本当におすすめです、あれ。アニメもね、面白かったんですけど。あ、アニメもいいですね。
もう結構ずいぶん昔ですけどね、アニメやってたの。ああ、見たいですね。うん。アニメ俺見たことないんですけど、ね。本当ですか？ですよ。十二国旗。あ、なんか再始動するらしいですよ、十二国旗。新刊も出る。なんだって。いやー、もうこれは楽しみですよ、ね。それはそれで楽しみですね。いいな。アクヤさんなんか本とかあって。いやー、なんかこの会話の流れぶった切っちゃって申し訳ないんですけど。ぶった切これお前読めようがいいから。漫画もね、昔よく読んでたんですけどね、最近の漫画とか読まなくなっちゃいましたね。ジャンプとかも昔は毎週買ってたんですけど、はい、必ず。あれですね、悟空らへんっすね。まあそうですね。買わなくなったらどんぐらいだろう。5年ぐらい前からね、もう立ち読みだけなりの。ああ、でもそんな感じですね、自分も。見る漫画。ジャンプとかは。もう限られのみたいな。私はね、ほんと毎週必ず、もう、速攻朝買いに行ってたんですけど、そうですね、漫画も読まなくなってきちゃったかな。そうなんですか。うん。いや、でも、漫画は別に読まなくてもね。そう、全然 OK ですけど。俺も漫画は全然読んでないですね。なんかおすすめとかあります？その、初めての人気とか。十二国旗。やっぱりそこだった。ああ、十二国旗の、最初のやつおすすめではありますね。最初のやつは普通に。なんだっけ月の海、影の。なんだっけなんだっけ十二国旗って、なんかタイトル複雑なんですよね。そう、複雑です。ね。十二国旗、月の影、影の海。これも傑作ですからね。これは見た方がいい。はい。あとね、想定に使われてる、この絵描いてる方、山田明宏さんって言うんですけど。この人の絵いいですよね。そうそう。あのミスティックアークのね、イラストも描いてる。そうです、そうです。はい。いいですね。だから、なんていうんですか、タッチが似てるっていうか、近いものがあるんですよね。そうなんですよ。うん。いや、これは傑作ですよね。と。これはね、これはね、これは文学ですよ。と、いいですよ、これは。おすすめです。全何巻ぐらいですか？十いくつとか出てんのかな。結構、これは、全何巻ですかね。まだでも完結とか全然してないんですよね。まだ終わってないんですね。そうなんですよ、はい。しばらくもう何年も、新しいの出てなくて、何年か、数年前に短編が1個出たぐらいかな、多分。で、また、今年の夏ぐらいに再始動するっていうんで、楽しみなんですけどね。いいですよ、これは。これは本当に。これはね、楽しいし、感動するし、あと文章上手いんですよね。そう。この冬美さんの。そうなんですよ。だからこれは結構、これだけでも読む価値はあると思います。やっぱ、俺、小説とかほとんど読まないんですけどね。そう、自分もあんまり小説とかは。小説で読んだのは、うん、これかな。他は小説で読んだっていうと、記憶にないんですよね、実際。あ、そういえば、安倍公募読みましたよ。安倍公募。そういえば最近安倍公募読みましたね。ほう。ごめんなさい。安倍公募、なんか、安倍公募ね、気持ちが好きで、まあその影響だったりするんですけど、あと親父がね、大学の時卒論で安倍公募選んだって言ってたから、それで安倍公募、ちょっと興味があるんですけど、不思議な小説ですよね、あれは。すいません、話広がんないですね。ごめんなさいね。いや、全然。最近でも、一番最近読んだのは安倍公房の小説で。本当に小説はほぼ読まないんで、普段読んでるのは小説とかじゃないんですよ。なんだって。そうなんですよ。普段あんま読まないですよ、小説はね。そうですよ、今さっき言ってましたよね。そう、じゃあ普段は普段はですね、これもなんか話がちょっと広がらなそうでちょっと怖いんですけど、あんまり広がなかったらこのめっちゃカットしてください。ぜひぜひ。言っちゃってください、バシッと。そうですね、最近買った本だとね、これはなんだっけかな。なんだっけ、旧約聖書に関する本なんですけどね。ほう、ほう。これ、タイトルなんて言ったかな。分厚い本でね、はい、
カバー書くでね、タイトルとか覚えてないんですけど、旧約聖書が、それは一体どういう本なのかっていうことを書かれた学術書なんですけど、旧約聖書を読み解くためのテキストみたいな、そういうもの。ちょっとそれは興味ありますね。これは、やっぱ旧約聖書ってほら、神話好きには避けては通らないとこあるじゃないですか。そうですね。それなんで、読みたいんですけど、旧約聖書って、すごい分厚いし、そのテキストがあれ買ったから。へぇ、すごい。だけど、実は、なんでそれ読もうかなと思ってるって言うと、その前に読んでた本が、旧約聖書絡みの本で、これが、タイトルがね、衝突する宇宙っていう本なんですけど、これは、すごい50年くらい前にね、出た本なんですけどね、で、翻訳されたのは30年くらい前なんですけど、これ書いてある内容が衝撃的で、例えば、旧約聖書の、あれは、出エジプト記だったかな。なんか、火の雨が降ったとか、エジプトにね、あと、川が真っ赤になったとか、疫病が流行ったとか、っていうことが書いてあるんですけどね。それが実際に起きたっていうふうに、そういう主張してるんですよ。その、衝突する宇宙っていう本は。ほうほうほう。で、それがどういう理由で起きたかっていうと、ものすごい巨大な彗星が地球に接近してきて、その時に、その彗星から剥離した、隕石が大量に地球に降って、で、この本当にすごいでかい星だったんで、地球のその自転にも影響を与えて、そう。その、太陽のその昇る方角が変わっちゃうぐらい、地球が影響を受けて、で、海の水がものすごい集まっちゃって、で、その時に、モーセが海を渡ったっていう風に書いてあるんですよ。モーセが海を渡った時って、海が割れたって書いてあるじゃないですか。出エジプト記に。書いてあるんですよね。で、それは、その時に、その彗星が、近くに来て、それで、そういう引力の影響を受けたからって書いてあるんですよね。なるほどなぁ。いやなんか、にわかには信じられない内容なんですけど。確かにそうですよね。そう。いやもうその本ね、ただのとんでも本じゃなくてね。ほうほうほう。まずその本が出版されたところが、法政大学出版会から出てるんですよ。ほうほう。法政大学出版会って、ソーシャルユニベルシタスっていう、そのシリーズ本出してるんですけど、すごい影響力のあるシリーズなんですよね。そう。で、なんでこんなところからこんな本がみたいな。確かにそうなりますよね。そう。すごい影響力もある。議論を巻き起こした本で、前から読みたかったんですけどね。それ読んでたんですよ。すごいですね。で、神話なんか読んでると、例えば、ゼウスとティフォンが戦ったりするじゃないですか。はい。そういうことって、その天文のその事件、天文学上の事件を、その人間が目撃して、それを語り継いでるんだっていう風に、その、本では書いてあるんですよね。だから、まあ、神話の解釈もいろいろあるけれども、そうした天文学上の事件を人間が目撃したっていうことに、その根拠を見出してるっていうのは、その、なんか他にはない本なんですよね。類証がないって言えばいい。なかなかね、神話好きとしてはね、これはちょっとね、エポックメイキングな本なんで、これは高額な本ですけどね、皆さん、もしよろしければ。と思いますよ。なかなか話しちゃいましたけど。いや、全然。いや、なんか、その話を聞いてるとすごい、ほんまに、ね、さっき、ヤイフーケさんが言ってくれたように、にわかには信じられないような内容だったんで。そうなんですよね。すごい、なんか、まあ、否定とかいろいろされたりはしてるんですけどね。なかなか面白いかもしれない。でも確かに、面白そうではあるなと思いますね。神話の関係の本もいろいろ出てて、あとはユング派の本とかね、あれも神話自体をその扱ってるわけではないけれども、神話に影響を受けた本だし、ユング派の本もおすすめですけど、そうしたなんか解釈とはまた違ったね、なんか切り口でね、神話好きにはちょっと面白いですよ、あの本。確かに、すごそう。アクエさんおすすめですよ。ああ、ちょっと、いいですね。なんかもう、アクエルさん、
その、良い風景さんが話してくれて、めっちゃ真剣に聞いてたから。ごめんなさい、ちょっと。はい。あ、それ。すいませんね。返しづらいかもしれないですけど。全然。ちゃんとリアクションしなきゃいけないんですけど、ちょっと、おーおーみたいな、ちょっと聞いちゃってましたけど。なんか、普通に聞き入っちゃってましたよね。いやー、でも、本好きなんでね、ちょっと、やっぱ本好きってなんか喋り始めちゃって止まんないとこありますからね。いや、でも、やっぱいろんな、自分が知らないジャンルを知ってるんで、で、話してくださってるんで、すごい、俺はすごい楽しいですけど、ね。そうですね。やっぱり。すいませんね、恐れ入ります。全然、とんでもないですよ。ぜひぜひ、もうどんどん話しちゃってください、みたいな。感じなんですけど、はいはい、ちょっと一旦休憩を取りたいと思います。はい、終わりました。はい。ではでは、一旦失礼します。失礼します。失礼します。